皆さんこんばんは、歴史上の番組、あやです。何人かの YouTuber がね、流してるんですけれども、KK の、結婚破談の慰謝料が7億円っていうのがね、ちょこちょこ出てましてね、はい。なんか元ネタがね、やっぱりなんか職員、元職員だったと思うんですよ。手引くとか言いながらね。まあ出てくるんですわ。あの人が、あの番組が一番だったんですけどね、一回消したんですよね、その元ネタと思われる動画を一回消して、またなんか上げ直した。なんか修正したんでしょうかね。うん。だから、いっちゃん最初やっぱり、あのチャンネルですよ、やっぱりね。で、他の人が後出しじゃん、まあ、いつもそうなんですけど、後出しじゃんけんでバババってね、その7億円ネタを出してたんですけども、いっちゃん始まりはやっぱりね、あの元職員のね、チャンネルでしたね、やっぱりね。はい。で、7億円ということでね、まあ、KK 側から、うん、KK 側じゃない、女性じゃない、M 子様側が、破談にすると言ったから、その慰謝料が、7億円。で、過去に、その、あれ大正天皇でしたっけちょっと、大正天皇の お相手かな、そうですね、大正天皇のお相手が、明治天皇ですか明治天皇のお相手ですか？ごめんなさい。ちょっと、わからなくなっちゃったんですけれども。まあ、とりあえず、その、相手の女性に対して、結婚終わり。破談っていうのもおかしいですね。結婚解約？解約はおかしいですね。あ、婚約解消です。婚約解消になったということでね。7億円支払われたと。今の金額で言うと7億円。でも、その女性っていうと、当時はですね、まあ、将来の天皇の、お相手の女性ですから、皇族の方か、貴族の娘やら、公家のね、娘、ですよね、確実にね。一般市民ではありませんので、7億円ということでね。まあ、皇族、その、家族の女性だからとか、公家の娘の女性だからとか、まあ、皇族の女性だったから高い金額っていうのもありますし、一般の私たちの金額じゃない、一般の私たちの感覚で言うと、まあ、大体、まあ、婚約会社の解消の慰謝料っていうのは、男性側から、女性側に、まあ、親が払うっていうね、ケースもありますので、男側が、女性側に、婚約解消慰謝料っていう感じでね、払うんですよね。そうなんですよね。で、まあ、女性だって、まあ、仕事辞めたりするわけですからね、結婚するために仕事辞めるとか、結婚するために、いろいろ手続きがありますので、そしてね、収入なくなっちゃったら、本当、結構巨額な慰謝料を払わなきゃダメなんですよ。で、今の場合は、KK は一般市民だっていうことでね、皇族ではない、貴族の息子でもないですし、で、男性、で、一般市民だったら男性側から、女性側から男性に婚約解消の慰謝料を払うっていうのは、ほぼないんですよね。で、あるとしたら、男性側が、まあ結婚式場とかお金出すじゃないですか。男性側と女性側も両方出すんですけれども、そのお金を全部払うみたいな、女性側ですね。女性側の方が、まあ、結婚式場とか決めちゃったら、その金額は、まあ、こっちから破談にしたので、結婚式場やら何やら、出しますよっていう風になると思うんですけど。で、男性側だと、その結婚するってなったら、そんな状況は変わらないんですよね。例えば仕事辞めることもないですし、まあ、ちょっとね、なんだ、まあ、家買っちゃったわないか。結局、まあ、そっか。部屋の契約取っちゃったとかね。二人で住むための部屋の契約。そしたら、まあ、そこは女性側が払うとかいうふうになりますけれども、状況って変わんないんですよね。だからね、慰謝料っていう慰謝料は取った事例っていうのはなかなかないはず、ないんですよ。うん。だから、まあ、7億円じゃなくて、実際はないんじゃないですか。普通に考えると。
一般として考えるとですね。で、だけど、ないはずですよ。何が7億円ですか何がな、一般市民でもないんですよ。その女性側が男性側に払うっていうのは。ないですよ。だから、皆様何を言ってるんだろうっていう、気がしますし、まあ、婚約解消は、まあ、ありえますよね。例えば、まあ、その、M 子様の親御さんから、絶対ダメっていうふうに。あとそうですよね。おかみって天皇陛下一人ではないですよ。おかみの方から、破談にするとかいう、礼を出すとかね。そういうふうになると思うんですけど、それだってね、慰謝料っていうのはおかしいですよ。一般的に考えて。離婚専門の弁護士さんが、考えても、ちょっと、一般市民でもそんな額は出ないと思うので、まず、まあ、私もほぼ私の予想ですけれども、ほぼ事実婚に向かうと思います。結婚、そうすると結婚破談になっちゃうのかな。いや、そんなことはないよね。なんか私の予想ではですね、ほぼ事実婚に二人はね、向かっていくと思います。まあ、これでね、秋にいきなり結婚シャッターってね、なるかもしれませんけどね、ほんと暴動もんですよね。そう。それが一番 KK にとって、お得な、二番目にお得なんじゃないかな。一番目はもちろん、結婚することが一番お得なんですけれども、事実婚の方がいいって考えてるって思ってる人も結構多いんですけれども、一番はやっぱり事実婚ですよね。結婚がお得で、で2番目が事実婚で、それだったら、まあ、国民の目もごまかせるし、まあ、皇族側もごまかして生きていけるじゃないですか。でまだその方が税金流れないと思うんですよ。事実婚の方がまだ、まあ、横流しはもう、どうやったってね、されるんですよね。で、まあもう話戻るんですけど、慰謝料ですね。本当、まあ皆さん言ってるように、7億でも払って、別れてくれれば本当よろしいですよ、本当にね。で、7億で、今までだってその4年間で6億円の経費使われてるわけですから、その倍のね、もう2倍か3倍ぐらいのね、本当、15億ぐらい払って、本当別れてほしいですよね。で、でも、15億でも納得するとは思わないですね。で、まあ、いろいろなことが、まあ、お金に換えれない、その国連をね、働かないで就職するとかいう技を使えるわけですからね。もう、お金に換えられないぐらい、利権がね、入ってきますのでね。という感じです。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。